ちの強みはアイデア。で、私が変わってるってとこですかね。普通が嫌なので、どっちかというと、かなり変わってる方じゃないかな。で、それで、まあ、変わってるからこそ、こう、いろんなアイデアが多分出てくるのかなと思うんですけどね。それが本当に、お客様であったり、うちの社員であったり、っていうところに少しずつこう形に変えながら浸透してくれば本当にいい形になってくるかなと思うんで、どれだけちょっと変になれるかみたいなところでいこうかな。で、やり方で言うと普通の人はね、こういうやり方でここまで持ってくけど、俺は違うやり方で持っていって人よりもちょっとね成果を大きくしたいみたいな、まあ、そこが本当にそれができれば自分にまた満足感になるのかな。どちらにしてもやるからには楽しくやりたいっていうのがあって、楽しいやり方がないのかなっていうふうに、それはちょっと考えてたんで、まあ、倉庫でも片付けもそうだし、うちでも商品なんかもね、もう何十個何百個っていうのをこう、お客さんに届けたりなんかする。やっぱ体がきつくなって、でもそれも結局考え方だとかによって楽しくもできるっていうのを自分でも分かってたんで、それだったら自分の考えを本当楽しい方を楽しい方に持っていけばいいんじゃないかなっていうのが、もう全部そこからの発想をするから、人と多分同じような形には、研究はさせてもらうけど、でもしかしたらまだこういうやり方だったら誰もやってないんじゃないかなとか、大幅にね、変えてしまったらまた違う方向に行っちゃって失敗するといけないんで、それを変えながらいろいろ考えてるのが楽しいみたいな。本当はもう社員でもね、そういう形で、これからいろんな、ある程度今仕組み作ってからなるけど、社員からね、こういうものをやりたいっていうのが上がってきて、で、一緒になってこう、方法をね、そんなやり方は普通じゃんと。もっとこういうふうにやったら面白いんじゃないのとかっていうやり方をこう話し合って、で、商売としてはちゃんと仕上げてやりたいなと。どうせやるなら楽しくっていうのも常に。きっとそういう方法があるかなと思って。取り扱い商品がまあお客さんのイメージ的にも何でも屋っていう、何でも揃えてくれる。で、もともと工事屋さんのデパートっていうところで、まあ、事業を立ち上げて、まあ、要は来れば何でもとか、連絡すれば何でもっていう中でやってきて、もうただそういう形のところ、まあ、ホームセンターでありね、同業者であり、今物流もかなり充実してきてるんで、まあ、インターネットも含めて。そこで、その中から、こう、お客さんが、どこでね、うちに求めてくれてるのかっていうと、まあ、いっぱい商品がこう、ある中でも、ちゃんとした商品を見定めたり、選定とか、一緒になってこう、してくれる。それも、自分たちのためにみたいなとこなのかなと。まあ、それと、あとは、本当にこう、組み合わせっていうのかな。一つの、商品は一つのメーカーさんに頼めば入ってくるんだけど、でもそれをいろんな、このメーカーさんに、この商品をくっつけるともっとこういう効果がありますよとか、まあ、そういうのができるかどうかが、その工具屋っていう強みになるんじゃないかなっていうことで、ちょっと新しい事業的なものも、トータル的にっていうところでね、うん、狙いでちょっと事業部制に今、で、住み分けもちょっとわかりやすくするためにも、今、やっていって、まあ、そこでちょっと企業価値みたいなのを高めていこうかなと。あとはちょっと違う分野、違う業種の方たちにもちょっとアプローチをかけていって、そういうところにこう参入していくことによって、またより情報というかね、知識が蓄積されていって、それを元のそのプラントの方のお客さんにもちょっと役立つような知識が、うちが勉強できればできるんじゃないかなっていうので、ちょっと広げている部分。それがちょうどトータル。的なコーディネートになるんじゃないかなって初めて。会社としてね、法人と法人の取引をさせていただいてるんで、まあ、会社は、まあ、ちゃんとした商品が揃うっていうことで、まあ、お客さんを取引させていただいてるとは思うんだけど、やっぱり一番はうちの営業マンを買っていただいてっていうことだと思ってるので、その営業マンのどこをこう買っていただけるようになるのかなって、言うとやっぱりその社員教育だとか社員のちょっと充実できる部分を会社のね、雇用としても測れないかなっていうのがちょっとテーマですね。自分の売り、
営業としてのあなたの売りは何なのと言われた時にちゃんと答えられるような自分で営業を見つけてほしいなと、うん、そういう形の教えをしたいなと。まあ武器っていうのかな、自分自身の武器みたいな。商品がなかなか武器になるかって、どうちは製造メーカーでもないのでなかなか難しいものがあるので、本当にこう自分自身を武器にっていうとどこなのかな。まあ口はね、口はうまくないけど、でも熱意っていうか、もうとにかくお客さんに言われたところ対応しますっていう対応型だとか、そういうのを時間かけて見つけられるような営業マンを育てたいなと。自分が知らない能力がどれだけあるのかを一緒になって見つけてほしいなと。そのちょっと手助けができればなっていうのがあるんで、とにかくだからやって、言われたことをまずちょっとやってみて、そこで自分自身が本当に今無理だって言ってももしかしたらすごい能力を発揮するかもしれないんで、突出している部分がね、光ってるものが見えてると、そこはもう本当にもっと磨いて、逆に言うと今光ってないところはもしかしたら光るかもしれないし、とにかくもうやる前から諦めたりとかいうことじゃなく、とにかく一回やってみて、それで自分の気がつかない自分が多分見えてくる部分が何個か出てくると思うんで、それをやってほしいなっていう。その辺がちゃんと浸透して、できてくれば、自然とね、会社がこう、人が育てば会社も自然に発展していくと思うので、そうなってくると、今の学生さんたちも一人でも多く、その中にこう迎え入れてやれれば、それがちょっと今、現時点できる貢献っていうとそういう形かなと。うん、なかなかね、学生時代に本当にこう夢を持ってなんていう、仕事に対して夢を持ってっていう人もなかなかいないと思うんで、そういうちょっと仕事の中で夢をね、自分でちゃんと見つけられるような商売のにしたいなっていうのは